ガクブルスレッタ、はいえー、恐怖無限データストーム時刻ということでですね、えー、こちらのゲーム、えー「機動戦士ガンダム彗星の魔女」の二次創作作品のゲームとなっております、えー、本編の視聴してからプレーを強く推奨しますとのことなので僕は急いであネットフリックスで全話見てきました もともとね、このスレッタちゃんは見たことがあったんですけどね、実際に作品は見たことなかったので、この木にね、見てきたという限りでございます。ということで、スレッタのいっぱいいっぱいな様子が多く含まれてる、えー、スレッタちゃんと会話をしていくゲームですとですね。ということで、やっていきましょう。パーメントリンク開始でございます。ミオリネさん、みんなどこですかストレスレベルが50%なので、ね、じゃあどっちに振るかだな。ひいひい、上げていきたい、最初は。うどこなんですかここ、帰りたい。わー い、そ、そこに誰かいるんですかいないよ。いないよ。いるじゃないですか。ストレスちょっと上がってる。よかった。私一人かと思いました。あ、あの、私さっきからずっと歩き回ってるんですが、どこにも出口がないみたいで。あ、し、失礼しました。私はスレッタ・マーキュリーと言います。あなたのお名前は何ですか名前名乗れんのね。名前はじゃあ、剣坊と申します。よろしくね。 これから長い時間。あ、あいやいや名前の後何かつけた方がいいですかあだ名で呼ばせてあげようかそれとも、剣棒があだ名っぽいな。でも、じゃあ、剣坊くんでいいよ。くんでお願い、剣坊くんでお。お名前は剣坊くんでいいですかでいいよ。あ、よくないってやった方が良かったかな。ちょっとストレス溜まるかな。よろしくお願いします、剣坊くん。あの、剣坊くんはここがどこだかご存知でしょうかあー、ここ、どっちのな、どっちの方がストレス溜まるんだ、これ。まあでも、死後の世界のほが嫌だよ。怖いよね。 嫌な冗談だよね。死後世界私死んじゃったんですかうそですよねっていうか、どこなの <laughs> 本当の <laughs>。わあ、もう嫌です。さっきから変な声ばっかり聞こえてきて怖いです。誰か助けてください。変な声って何えー、じゃあちょっと一回落ち着かせようか。このまま一気に行くのも良くない面白くない一回落ち着いて、寒暖差を楽しみたい。落ち着いてください、スレッタさん。ふうん、すみません。しっかりしないとですよね。そうだ、何か話しましょう。誰か助けに来るまでじゃないとおかしくなりそうです。 え何の話しましょうか学校の話でガ,ガンダムの歌を歌う好きな食べ物は漫画は好き、うん、一番落ち着きそうなのはなんだガンダムの歌を歌うのが意外と落ち着くかえー、っと、どれが学校の話してもらおうか うんでも好きな食べ物聞いてみるいいですね。好きな食べ物の話しましょう。えっと、美味しいものなら何でも好きです。私が通っている学園の学食のメニューがいつもすごく美味しいんです。水星にはないものばっかりで、水星には水星国民配給食1号と2号と3号しかありませんでしたからね。特に3号はお肉っぽい味で数も少ないのでたまに取り合いになるんですよ。ふーんあ、あ、トマト、トマトが好きです。ぼうくんはトマトが好きですか あーえ <laughs> 知識披露したら地雷になるストレス上がるちょっと知識披露してみようかなんで上がったのトマトはナス科の植物で学名はソラナムリコペルシクム多年生の植物であり一般的には一年生植物として扱われる何このウィキペディアのここに数字がついてそうな。 トマトは果実として食べられる野菜として広く知られているが厳密には果実ではなくベリーである。栄養価が高く、ビタミン C、ビタミン A、食物変異、カリウムなどの栄養素が豊富。コミュニケーション下手か、俺。トマトの <laughs> めっちゃストレスが溜まってる。<laughs> いつまで喋るんだろうって。トマトの栽培は比較的容易であり、温暖な気候でよく成長する。日光を好み、十分な水と栄養を与えることが重要である。種をまいて苗を育て。 へ <laughs>、えー、そうなんですかケンボー君は物知りですねすねごいね。<laughs> ああ、惹かれてる。つらい。何の話しますかじゃあ、漫画は好きかいって。いいですね。コミックの話ですか私、コミック大好きです。水星にはあんまり娯楽がないから、いつもアーカイブの漫画とかアニメを見ていました。水星の漫画は国民日報に載ってる、えー、4コマ漫画の「水星の君」しかないんですけど、水星以外は検索しても、「水星君」、水星君の情報は全く出てこないんですよ。 逆にレア嫌ですよねなんだか最近また「水星君」読みたくなってきましたああ、水星,星君はどうでもいいですねえっと「起動少女ユニコーン」とか大好きです突然ニュータイプ少女になった主人公のバナヤマリンコは世界征服をも黒も悪の組織と戦うんですけど放浪のお姫様と協力してユニコーン空手で巨大な敵の矢玉を倒すんですラストは最高に盛り上がりますよああえー、っと剣坊君は見たことありましたか起動少女ユニコーン えーっと、こっちの方がストレスたまんないいいよね、ユニコーン。いいよね、ユニコーン。ああ、ですよね、私たち気が合うみたいですね。あ、剣坊くん、えー、っと、なんかおすすめの作品はありますかえー、スパイファミリー、スパイジャブロ、ジオメツの刃、ゴールデン無才ボッジザソック、ゾック。んースレッタちゃんが嫌いそうなのはなんだやっぱりグロ要素強めの方が嫌がるかなじゃあ、鬼滅かゴールデンカムイか。じゃあ、ゴールデン無才 退役した元連邦兵が辺境コロニーの少女と共に黄金を積んだ無罪の行方を追う話ですね。どの漫画も大好きですよ。はははい。なんだか落ち着いてきました。まあそりゃそうか。別にどれが地雷ってことないか。えー、じゃあ学校の話聞きたいな。はい、見ての通り私はアス,ティカア,アスティカシア高等専門学校の生徒なんですが、あ、パイロット科の2年生です。彗星には学校がないので学校に行くのがずっと夢だったんです。 もモビルスーツの操縦が学べる学校なんてすごいですよねお母さんに勧めてもらったんですじゃあどんな授業を受けてるのってパイロット科ですのでモビルスーツの操縦ですねデミトレーナーを操縦するのは学校に入ってからが初めてでしたし覚えることも多くて大変ですね操縦試験も途中でくじけそうになっちゃいましたけどでもみんなが手伝ってくれたおかげで合格できましたあよかったじゃないのよあとは座学ではモビルスーツの歴史とかあ戦術論や戦略論の授業もありますよだからえー、っと友達もできましたし授業は難しいですけどなんとかやっていますよ おー楽しそうだね戦闘訓練してるんだねえどっちだろう戦闘訓練し楽しそうだねにしようかちょっとあーストレス下がっちゃったはいアスティカシアに行けてよかったですずっと漫画とかアニメに夢見てたからずっと漫画とかアニメで夢に見てたから,かたから前の夜はドキドキして眠れなかったな大変なこともいっぱいあるけどでも毎日充実してますよあーじゃあガンダムの歌歌おうか剣坊くん株式会社ガンダムを知ってるんですかいいですね一緒に歌いましょう ガンダム、ガンダム、えーじゃあストレスため、憎しみの光。憎し、ひ、な、何ですか勝手に変な回歌歌われたら気持ち悪いな。ガンダム、ガンダム、えー、未来を壊す。未来を壊しませんよ。乗って安全、動いて安全。こやれる、潰せる、エアリアル。ひひひひ。何なんですかそれ、あ、ふざけてるんですかぶ,ぶ,ぶち切れそう。ガンダムの歌はそんなんじゃありません。た、聞こえるスレッター。あ、あ、この声はミオリネさんです。ミオリネさん、どこにいるんですかた、聞こえるスレッター。 はい、聞こえてます。あー、ストレス下がってきた。あの、ミオリネさん、私なんだかよくわからない場所にいるんですが、ここって、しかも変なやつと一緒に閉じ込められて、スレッタ、ここは私の部屋よ。早く出て行きなさい。んはい、どういうことですか スレッタここは私の部屋よ早く出て行きなさい同じことしか言わない怖いわけがわからないですよミオリネさんお願いします助けてくださいスレッタここは私の部屋よ早く出て行きなさいスレッタスレッタここは私の部屋早く出て行きなさいスレッタここは私私私私。私。しいたあストレスレベルがもう関係なかった <laughs> 俺よりミオリネさんかっこはてなの方が強い あ、みよりねさん待ってください、みよりねさん。いい、怖い、これってどういうことなんでしょうが。えー、っと、今の誰今の声って誰今のはみよりねさんです。あ、みよりねさんっていうのは、私のお嫁さんなんですけど。可愛い,い声だったね。怖いお嫁さんだったね。どっちの方がいいんだろう。可愛い声だったねの方が怖いけどな。<laughs> この場で言われたら。可愛い声だったね。あー、いいんだ。はい、とっても素敵なお嫁さんなんです。じゃなくて、今のはみよりねさんじゃないかも。話、あ、まだ、えー、っと、じゃあ。 ミオリネさんについてですかはい、いいですよ。ミオリネさんは、あ、ストレス下がっちゃった。私が学校行った時、最初の日に会った大切な人なんです。綺麗でかっこよくて、時々強引だけど、本当は優しくて、私にいろいろ教えてくれるんです。それにすっごい会社の社長令嬢さんなんですよ。さっきはなんだか様子が変でしたけど。 えっとあでもお部屋の片付けは苦手にいたいですけどねたまに私が代わってやってあげてるんですえひひえどっちがいいかなじゃあ女の子同士なのってまずちょっと遅れてる話しようかえっと実は私も最初はびっくりしてたんですけどこっちだと普通のことみたいなんですそれに私もそのミオリネさんのことが好きですしそのためにも血統のホルダーを守り続けないといけないんですけどねだから早く帰れる方法を見つけなきゃですよね <laughs> ギャひ尊い うわ急に変な声出さないでくださいよ。はっえー、っとじゃあ家族ってどうなのはいいいですよ。私の家はお母さんとエアリアルの私の3人家族です。お父さんはずっと昔に死んじゃったらしいんですけどあエアリアルっていうのはモビルスーツなんですけどでも小さい頃からずっと一緒だった大切な家族なんです。えー、変だねって。ああ、えー、モビルスーツが家族ってちょっと変でしょうかじゃあちょっと変ですね。 あうそ,そうですかねでもエアリアルはお話もできるし水星でお母さんが家にいない時は話し相手にもなってくれたんですあ漫画とかアニメもみんなエアリアルかアーカイブにあるのを見せてくれてそれで私も好きになったんですよ剣坊くんは兄弟はいるんですかああじゃあいるよと言っとこうかいるよそうなんですか誰がいるんですか弟がいますあなんかちょっとストレス下がっちゃった今お父さん弟さんがいるんですかうん私は弟はいないからどんな感じなのか想像すると楽しいですねえっ、ー、と現実味をまず現実 何ですか剣坊君なんだか怖いですよいやでも現実的にと言われましても何が何やらそれに遭難したらむやみに動き回るのは良くないんですもう歩き回っちゃいましたけど。 なので、ここでお話しして救助を待つのが一番現実的な解決策じゃないでしょうか。まあまあまあ、それは確かに。あんま動くなって言うもんな。えー、ケンボ剛君もそう思いますよねって。逃げちゃダメだって。逃げるは一つって言うからね。現実としちゃダメだって。いいえお声出さないでくださいよ。じゃあ、ここは一体どこだって言うんですか知ってるなら教えてください。えー、じゃあ、無限データストーム地獄で。これ,これがわからんのよ、俺 <laughs>。無限データストーム地獄だよ。何ですか、そのお化け屋敷みたいな名前は。私たちがデータストームのデータ空間みたいなところにいると言いたいんですか それにしては現実感がありますけど私は早く帰ってミオリネさんや地球寮のみんなに会うんですあんまり変なことは言わないでください確かに思ってたよりひどいことに巻き込まれてるみたいですけどうーあーじゃあまだしてない水星怪談話なんで怖い話しないといけないんですか うんそうですねじゃあ私が水星で聞いた話なんですけどその昔水星のコロニーにお母さん一人小さい娘さん一人の親子がいたんです2人は過酷な水星の環境にもめげず助け合って暮らしていたんですがある時女の子が病気にかかってしまって水星のお医者さんに診てもらってお母さんは必死に看病したんですがとうとうその女の子は死んでしまったんです 当然そのお母さんはすごく悲しんで部屋にこもってしまいました彗星の人たちもそのお母さんをそっ,ておそっとしておくことにしたんですがある時からそのお母さんは急に明るくなってあの子は生きているあの子が帰ってきたと言い始めたそうなんですでも死んでしまった女の子はもうどこにもいませんから周りの人たちはそのお母さんが悲しみのあまり精神を病んでしまったんだと思ったんですが あるとき、そのお母さんの友人で、女の子とも顔見知りだった近所のお姉さんが家を訪ねたそうです。家は留守だったんですが、家の中から奇妙な物音が聞こえてきて、そのお母さんのことも心配だった彼女は様子を見るために中に入りました。何かがいるのそして、物音の原因らしい部屋のドアを開けたとき、暗い部屋の中にそれがあるのを見てしまったんです。何見たの普通に気になるな、何見たの部屋に大きな機械が置かれていて、そこにバラバラになった子どもの人体がつながれているのを怖っ。<laughs> 人怖コア系の怖い話だったそしてその人が恐怖のあまり腰を抜かしていると突然目の前のモニターがついてそこに文字が表示されましたあらお姉さん久しぶりお姉さん久しぶり機械に繋がれていたのは娘さんの死体だったんですギャーどっちがいいかな大声出さないでくださいでストレス爆発しそうでもまだ爆発しない方がいいかも怖いですね その日以来、そのお母さんと機械は行方不明になったそうですが、その女の子を繋いだ機械はまだ水星のどこかにあるそうです。ひーあ、やっぱりこんな時にする話じゃないですよ。だから嫌だったんです。このお話怖いからあんまりしない方がいいってお母さんにも言われてるんですからね。怖いからなのあんまりしない方がいいって言われてんのは。もっと楽しい話、楽しい話をして救助を待ちましょう。た、聞こえるスレッタ。あ、この声はお母さんです。お母さんだよね。あ、今度はお母さんか。た、聞こえるスレッタ。 聞こえてるよお母さん私よく知らない場所にいるの助けて一人でよく頑張ったねスレッタ大丈夫お母さんがすぐ助けてあげるわうんあでも一人じゃなくて剣坊君って人と一緒なんだあらスレッタ声がずいぶん震えてるわねほら落ち着いて慌てると一つ落ち着けば二つよなんか違うようなでもそうだね落ち着かないとダメだよね お母さんの声に耳を傾けて数字を数えなさいスレッタ1つ2つ4つ8つなんでその増え方倍々にえっと1 2 4 8 1 6 3 2 6 4 1 2 8 2 5 6 5 1 2 1 2 4 1 0 2 4 2 0 4 8 4 0 9 6 8百9 2 1 6 3 8 4 3 2 7 6 8どんどん増えてってるどんどん増えてってるけど落ち着いてるよかったよかったよくないよくないずっと数えてる怖わ俺怖こ,こいつらといるのが俺が怖いやめてあめ,めっちゃ落ち着いてきてる 倒し損ねたあ落ち着いてきたスレッタちゃんすごい平常心になってきたよかったねすごいなんか眠そうな顔だけどカッツッ起きろスレッタさん大丈夫ですかカッツッああストレスがまあでもちょうどいいストレスにあった方がいい眠っちゃいそうお,お,お母さんじゃなかったんですけどそれになんだか自分が溶かされていくような何ですか今のああ溶かされていくような感じなのねじゃあえー フィードバックなのかな侵入者のある種の攻撃。今ある種の攻撃だよね、今のは。攻撃誰かが攻撃してるんですかそれに侵入者って私がですかいえ、そういえば何か思い出してきたような。私は元の場所に帰りたいんじゃなくて、どこか行かなきゃいけない場所があったような。話しましょうか。 えーっと、じゃあ、未来について。いっぱい夢があったんです。学校へ行って友達と遊んだり、恋をしたり。でもそれって本当に私がしたいことなのかなって。エアリアルの中で読んだ漫画とか、お母さんに勧められたから憧れを持っていただけなのかもしれません。もっと自分にできることがあるんじゃないかって今思うんです。もっと自分にできるようなことがあるんじゃないかって今思うんです。じゃあ、何やりたいまあ何やりたいお母さんとエリクトと話したい。話して、二人を止めたい。 2人がやっていること見ないふりなんてできないからでもえっとすみません何を止めたいのかうまく思い出せなくてこれをやりたいっていう気持ちそれだけははっきりあるんですじゃあうまくいかないかもねってお母さんが教えてくれました逃げたら1つ進めば2つってでもそれって少し都合がいい言葉だったんです本当は何も手に入らなくても前に進まなきゃいけないミオリネさんやみんながいる限り私は前に進みますよ話しましょうかじゃあ。 戦いいについて話しようか考えてみたら戦ってばかりでしたね学校に来てすぐに決闘しましたし戦えない普通の女の子だったらどうだったのかなまあそれだったらパイロット科に入れないから学校にも編入できなかったかもしれませんねなおならミオリネさんと仲良くなれたのも私がガンダムで戦えたからなんでしょうか そう考えたら戦うことのできる私でよかったのかも。うーんじゃあ君は戦うために生まれたんだねって。<laughs> お母さんが自分の目的のために私を生んだのだとしたらそうなのかもしれません。普通に考えたらひどいことなんでしょうね。ミオリネさんもすごく怒ってたし。でも私はお母さんのやったことを受け入れるってそう言ってあげたいです。それに戦えば戦った分その結果を受け止めないと。えー、じゃあ人を殺したよ君はって。はいプラントクエタのことですね。 えとなんか敵を潰したやつのことかな人をそのままガンダムできっともっと違う方法があったんだと思います何が正解かはわからないけどでもそのことに気づいたのは良かったと思いますあの時は自分が正しいことをしたとしか思ってなくてやってしまったことは取り返しがつかないんだってそう考えながら前に進んでいくしかないですよねえっ、ー、とじゃあ次は希望について綺麗な言葉だけど今の私にはあるのかどうかあやりたいことはありますよ でもそれをやったとしてうまくいく保証もないしその後どうなるのかもわからないんですすべてがうまくいくなんてそんな都合のいいことないですよねでもせめて全部終わった後もみんな生きていてお母さんとエリクトといられたらちょっと欲張りでしょうかうん欲張りですねあちょっと下がっちゃった <laughs> あははそうですよねでも私が本当にやりたいことが何かやっと分かったんですだからスレッタ・マーキュリー全力で欲張りたいと思いますケンボ坊君は希望って何だと思いますか えー、不確かなものだよとそうですねまた同じ失敗の繰り返しになるかもしれないでも今度こそうまくいくのかもしれないどうなるか全部分かっていたらいいんですけど進む先が不確かだからこそ前に進むしかないんですよねお母さんとエリクトはどんな希望を見ているのかなえっ、ー、とあとは生命かなそうですねとっても大切なものです生きてるってそれだけで素晴らしいことなんです そう思っていてもでも世界はそれだけじゃなくて怖いことも嫌なこともたくさんありますそれに私自身エリクトの複製なんです遺伝子情報を元にしたリプリプチャイルドだから今まで考えたことなかったけど自分は他の生き物と同じ生命と呼んでいいのかまあまあまあクローンみたいなものだけど、まあ、同じ作られた命だ うそうですね作られた命ならせめてどう使うかは自分で一生懸命考えたいですたとえ複製された存在だとしても私の中身は全部私自身のものだっていろんな人たちと出会って楽しいことも苦しいことも全部私の命の証なんだって思います賢坊君の命はどんいうものだと思いますか無意味なものだよ無意味なもの生まれたこと自体が無意味ってことなんですかそれは悲しいですでも生まれたからには意味や価値があると思うんです <music> ケンボー君はずっとここにいたせいでそう考えてしまうんでしょうかああ俺説教されちゃうた聞こえるスレッタうん聞こえるよエリクトあ今度はエリクトがた聞こえるスレッタお姉ちゃんだよねでもエリクトじゃないんだね全部思い出したよあなたはキャリバーンなの正確には違うねキャリバーンから送信されたデータではあるけどキャリバーンはエアリアルみたいに人格を持たないからキャリバーンに接続したスレッタの脳がデータフィードバックを解釈した結果だよさっきのミオリネさんやお母さんも そうよあのね,あお母さんあのねスレッタキャリバーンはずっと眠っていたかったのだからスレッタには私の中から出ていくか溶けてなくなってほしかったんだけど無理だったみたいねあんた強引すぎまったく21年ぶりに叩き起こされる身にもなってほしいわすみませんミオリネさんあじゃなかったえっとキャリバーンさん起こしちゃってごめんなさいでもどうしても力を貸してほしかったんですクワイエットゼロに行ってお母さんとエレクトともう一度お話をしないといけないんです本物とねお願いできますか あら、そう言って無理やり協力させるつもりのくせに、スコア5をクリアされたら、こちらはもうどうしようもないわ。うん、どうやら今のあんたは、学園の時のあんたとはだいぶそこがあるみたいね。時系列で比較すると、行動原理が一貫してないわ。まあ、ここから先はスレッタの好きにするといいよ。それに、これが終わったら今度こそずっと寝ていられるかも。メット流入値、安定、コア5クリア。大丈夫なの返事は、あ、今度は本物かなミオリネさんだ。早く行かないと。 とその前にあありがとうございますあちょっと俺の予想してなかった展開になっちゃった。ケンボウ君がお話してくれなかったら私きっとダメだったと思います。でもあのケンボウ君もキャリバンだったんですか俺は何なの <laughs> データ化されて囚われているんだ俺はって。そうだったんですね。何か助けられる方法があったらいいんですけど。ごめんなさい。これからあなたの居場所を壊してしまうかもしれません。ああ、しょうがないな。やりたいことできるといいね。はい。ああ、俺が壊される側になっちゃった。思ってたのと違う。 また静かになった。誰かと話したのは何年ぶりだろう。えー、楽しい子だったねっ。キャリバーンの中、データストームの海は穏やかにないでいる。いや、わずかだがキャリバーンが動いているのを感じる。動きは徐々に加速していき、パーメットの波がぶつかり合う。そうだ、スレッタがエアリアルと戦ってるのだろう。えーっと、じゃあ頑張れよ、と。ドラ、相手は相当強いやだ。スレッタは何のために戦ってるさあ、わからない。交わした言葉があまりにも少なすぎた。しかし、この戦いの帰結が何か、私たちの救いになるような。 無限データストーム時刻を長く忘れていた感情が私たちの中にも流れ始めるエアリアルとの戦いはいつの間にか終わっていたようだ今やパーメットの振動にかつてない高まりを感じるわずかだが光がこれはキャリバーンが崩壊する、えー、じゃあ空間が不安定だなとおおすべてだおおそうだすべてが粒子に変換されていくこの牢獄から解き放たれる時が来たじゃあ我々を解放するあーありがとうありがとうスレッタマッキリ君に 祝福を祝福をああスレッタちゃんは無事無事でしたがよしじゃあちゃんと100%超えさせてみるかえー、っといないよいないよでえー、っと名前は剣謀で0%にしたらまたなんか溶けてしまいそうだな溶けるルートも見たいなよくない ああよくないだとストレス別に上がったりはしないかああ上がってる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 よし行ける行けるこのままいける <laughs> 名を名乗るまでもなくでもちょっと上がり幅落ちてる3パーずつになってるまあでもいいだろうよくない違うそうじゃないよもっとあるだろう2パーなったあ嫌だよ何回言ったら分かるんだいヒーこれ以上は耐えられない あ,ががががががああスレッタちゃんメット流入地危険域これ以上は肉体がそんなスレッタスレッタスネークスネークみたいな感じ状況だなどこかで何かが聞こえた気がしたでんでんででレんでんでんでんゲームオーバーじゃあゼロパーにしてあげよう優しくそっと健忘です 3付けぐらいいの距離感でお願いしますデータストーム空間です。あーあー、ダメだ。それはストレスが上がる。じゃあ、落ち着いてください。落ち着いてください。深呼吸しましょう。ってガンダムの歌歌いましょう。希望の光。未来を目指す。飛べる、踊れるエ、エアリアル。めっちゃ下がった。めっちゃすが下がった。漫画で話。ああ、こっちの表情の方がいいかもしれない。 えっと、娯楽がないからアーカイブで見てましたよって、レアですよねと落ち着いてきちゃって。いいよね、ユニコーン。ですよね、私たち、気が合うみたいですね。えっ、ー、と、じゃあ、これ、これが逆に地雷があるのかぼっちザゾック。えー、どうだろう。あ、下がった下がった。なんだか落ち着いてきました。えー、じゃあ、学校の話してって思い出に浸ってもらいましょう。 パイロット科の2年生です。彗星には学校がないので学校に行くのがずっと夢でしたと。じゃあ、寮生活はどうでしたって。あ、ちょっとストレス溜まっちゃった。入学初日は留置所の方にいまして悪いことしたわけじゃないですよ。エアリアルはガンダムだって誤解されちゃって。誤解じゃなくて本当にガンダムだったんですけどね。あ、下がってる下がってる。とにかく寮にはいろんな人がいて、ニカさんやリリッケさんや他のみんなも仲良くしてくれるので今は楽しいです。ヤギもいますし。だから、えー、っと、友達もできましたし、授業は難しいですけどなんとかやってますよ。 じゃあ楽しそうだね。はい。アスティカシアに行けてよかったです。ずっと漫画とかアニメで夢見てたから、前の夜はドキドキして眠れなかったな。大変なこともいっぱいあるけど、でも毎日充実してますよ。じゃあ、えー、っと、好きな食べ物、好きな食べ物でストレス下げて0%になってもらいましょう。えー、トマト、好きですか大好きです。あ、あれ、なんだっけえっと、私は何かを渡して、なんだっけいや、何でも。 あー溶けてった意識レベル低下このままでは精神がそんなスレッタスレッタどこかで何かが聞こえた気がしたなるほどあじゃあ結果的にギリギリ耐えてたんだなんか普通にプレイしてた時さ100%超えそうになっても超えないからそういうシステムなんだなと思ってたら偶然ギリギリで耐えたんだ <laughs> はいということで、えー「ガクブルスレッタ恐怖無限データストーム時刻」でございました とということで、えー、ご視聴ありがとうございました。